ではこの後時報だけ入ります。あ、時報が入った。時報が入ってそこからになります。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あたる、あきなです。漢字です。そう、ちょっとあの特殊な時報ですけど。漢字です。さあ、めっちゃおもろい。漢字です。さあ、何嘘。漢字。さあ、漢字です。いただきます。あなたの夢は何ですか？叶えないラジオ、子供に届け大人の夢。では始めてまいります。よろしくお願いします。どうぞ。はい、 ESFM をお聞きの皆さん、こんにちは。始まりました、花笑みラジオ、子供に届け大人の夢ということで、今日はねエイプリルフールですけど、このラジオ番組は嘘じゃありませんよ。真面目に楽しい2時間の特別番組ということで、お送りしていきます。メイン MC を務めます殿村雄一です。よろしくお願いします。佐藤博史です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。パッ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 。この番組はあのクラウドファンディングで支援を集めまして、うん、制作させていただきました、うん、ゴールドスポンサーの佐々木聖華様、うん、シルバーサポーターの RFC 伊吹様、夢ケーキ屋 RKR 杉山様、だんじり彫刻を世界前田様、ガールズリープ宮口様、応援カンパニー生駒様、のぼる電機伊奥様、元デザイン元金様、その他84人の方たちからご支援いただき、番組が制作することができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、84人。84人、ありがとうございます。どうなっちゃったんですか。だいぶ本当に助けていただきました。いろんなチャレンジしてみるのがすごいいいなと改めて思ったし、佐藤さん行動しましたよね。行動しました。素晴らしい。本当に、ね、お二人の自己紹介。あ、はい、自己紹介、殿村さんから。はい、わかりました。します、私は殿村雄一と言いましてですね、先週は徳島県で、コペンという車でラリーを走っていましたが、あの D スポーツレーシングというチームの監督におりまして、まあ、普段はサラリーマンでございますけど、週末はレーサーやったりとか、そういうような感じで、今日はあの佐藤さんにお願いして、ラジオで喋りたいってことで喋らせてもらってるというような状況ですね。はい、はい、よろしくお願いします。私佐藤はですね、福島県の喜多方市出身で、10年前に大阪に来まして、現在は中小企業の支援の仕事をしております。なかなかこういうあのチャレンジな機会をすることが今までなかったんですけども、うん、会社からも応援いただいたり、うん、あと、まあ、クラファンもそうですけども、いろんな方、今まで出会った方の支援をいただいて、今回こうやって、自分の夢を実現できることになりました、うん。で、まあ、このラジオ自体はですね、子供に届け大人の夢という形で、クラウドファンディングでは、まあ、子供がなかなか夢を語れる社会ではないなっていうのが、実感としても、あと自分としても今自分に夢がなかったので、まずはあの夢を持つ大人の方たちにですね、自分の夢を語っていただいたり発信していただくような番組を企画したいなと思って、今回やらせていただいたような形で、殿村さんからもにも協力いただいたような形になります。うん、夢がなかったっていう気づきが面白いですよね。そうですね、娘さんにこう、もう去年小学校1年生の娘にですね、パパの夢は何って聞かれた時に特に何も答えられなくて、うん、まあそれでいいのかなっていうのが本当に気づきだったので、うん、そこから何か自分でできることを考えてみようっていうところで、うん、そうね、はい、でもその娘さんがなんでパパの夢は何って聞いたんですかね。まあ、多分学校の宿題かないかなと思って。あ、宿題だったの。か何かで聞かれたんですけど、うん、その時に何も言い返せなかったので、はいはいはい、そのままだと本当にいいのかなっていうのが、まあ、自分自身で、なんか降りてきてますね、それで。降りてきてる。きっかけがボーン。そうですね、本当に。で、それでこんな感じでクラウドファンディングして、うん、まさかラジオの番組枠、まあ、70万も集めてできることになるとは思ってなかったので、はい、まあ、素敵ですね、はい、おかげさまで喋らせていただいております。そうありがとうございます。でもさっきも殿村さんの車ですね、今イエスエシアターさんの前の方ですね、車を展示させていただいてまして、うん、実際にラリーを、先週走っていただいた車そのままなので、うん、動画ついたりとかしてますけども、うん、さっきそのクラウドファンディングの支援の方たちに、ステッカーの、リターンの、そうなんですよ、したので、
もう、まあ、えらい賑やかな、そうですね、盛り上がりましたよ、これ最高ですけどね、ああいう企画がかっこいいですよ、はいはい、うん、であとまたスタジオの前にですね、あなたの夢は何ですかという形で、パネルを用意しておりますの で、うん、で受付であの付箋配ってますので、よかったらあの書いていただいて貼り付けていただけたら、あのまたこれも共有、今後自分の何か企画とかで、使っていければなと思ってますので、うん、よろしくお願いしますですね、はい、うん、殿さん、佐藤さん、そろそろお時間です。あ、女性の声が聞こえてきましたね、はい、それではここからバトンを渡したいと思います。はい、皆さんこんにちは。私自身もコペンオーナーの山口恵美と申します。本日は番組の進行サポートということで、ここから番組について少し説明をさせていただきます。大人の夢の語り場を作りたい、未来より子どもたちにその思いを伝えていきたいという思いから企画されたこのプロジェクト、それが花恵美です。昨年末から構想に入り、2月にはクラウドファンディングでたくさんの方にご支援いただきました。ここで改めてお礼を申し上げます。この番組では、この花恵美プロジェクトの第1弾として、あなたの夢は何ですかをテーマに、ここから2時間さまざまなゲストをお呼びして夢について語ってまいります。まずこの後初めにお迎えするのは、大阪南部出身の早川一平さんと芦田良平さんによる哀愁のダウンタウン寮ペペジャンゴのお二人。続いて3時25分頃からは、シンガーソングライターの鳥越貴子さんをお迎えします。3時45分頃にご出演いただくのが、社内放ラジオを企画しているオフィス縁日代表の高間俊介さん。そして3時58分頃には、株式会社デザインポケットから代表取締役倉橋幸子さんをお迎えします。また4時10分頃からは、株式会社絵と声代表取締役プロ紙芝居師の藤井はじめさん。そして最後のゲストは4時34分頃から、元吉本芸人マスターズ陸上で世界一にチャレンジ中のアスリート上野さんにご出演いただきます。なんと2時間で6組のゲストをお迎えするスペシャルプログラムになっております。また本日はこのスタジオの地下にあるイエスシアターにて DO1 のクリエイティブデイというイベントも開催しております。こちらについてはまた後ほどご紹介してまいります。さて殿村さん、はい、いよいよ始まりますが、準備はよろしいですか？はい、それでは花恵美ラジオ行ってみよう。花恵美ラジオ、子供に届け大人の夢。トムさん、開けてください。どうぞ。それではまずは1曲お聴きください。夢を語るこのラジオにぴったりの1曲です。アニメちびまる子ちゃんより、夢いっぱい。では行きますね。どうぞ。はい、イエス FM からお送りしています花恵美ラジオ、子供に届け大人の夢でございます。さあ、ここまでミュージシャンの2組のミュージシャンの方に向けて夢を語っていただきましたけども、再びここからは佐藤さんに戻ってきていただきまして、さあ、はい、何を語りましょうか。はい、ここまでで、まあ、ここまでというか、もうオープニングをちょっと聞かせていた、あの話した後に外に出たら、うん、自分の声というか、うん、あのこのラジオ番組は外に流れたので、ね、ちょっとびっくりしたのと、あと一番最初に、うん、あのオープニング、ちびまる子ちゃんの初代オープニングテーマの夢いっぱいをリクエストさせていただいて、それがもう難波中に響いてはっていうのは、なんか響いてるね。少し感動、少しというかだいぶ感動する。だいぶ感動するんでしょ。はい、感動する。うん、で、まあ、今回、僕のですね、クラウドファンディングのラジオもそうなんですけども、うん、こちらはあの、Do or Not という、クリエイティブリーデイという、4月1日にですね、大阪のクリエイターさんが、大阪市内のいろんな場所で、クリエイターさんや事業者さんのいろんな面白い場先見られるようなイベントの共催企画としてやらせていただいてまして、はい、今日18時まで、いろんなところでやってます。まあ、今回ここのですね、イエスシアターさんでも、今現在も、ステージ企画をさせていただいてますし、はい、このあ と、4時からはですね、イエスシアター内をドローンが飛ぶようなイベントをしますので、よかったらあの皆さん無料ですので、下のイエスシアターさんの方に
遊びに来ていただければなと思ってます。さっき飛んでたドローンですよね。そうです、そうです。さっきもあの階段中にドローンが飛んでた。階段中に飛んでるんですか。え、何機も、うん、何機も飛んでました。マジですか。今ちょうど友達さんが話してる間に飛んでたり。最初の1機落ちましたよ大丈夫ですか。大丈夫ですか。でまあ、その他の難波の他にもですね、京橋の鶴見印刷所さんでは「送るを作る」という、うん、クリエイターさんが、ギフト「思いはギフト」をテーマに贈り物にまつわるようなワークショップ体験をしていたりですね、あとアップサイクル中津荘あのハイパーエンガはですね、中津の方ではアートコラボマルシェという形でいろんな、ビール醸造所さんだったり飲食店さんクリエイターさんがいろいろ集結してですね、いろんなイベントをしてたり、今日開催するビールの、飲めたりもしてます。あと本町の、スクラッチファクトリーさんでもこちらでもワークショップが実施されてましたり、あとカラホリではあのペイントラウンジさんっていうちょっとお絵描きができるスタジオでして、であの子どもたちと一緒にワークショップをしてたりとか、あとその他こちらの 5個のメイン会場の他には、小さい会場、小さいというか、まあ、サテライト会場という方で、長堀橋のホテルモーニングボックスさんの、イベントだったりとか、梅田では福福さんとアップサイクルコラボのイベントをしてたりと、まあ、4月1日ですね、本当にやりたいクリエイターさんたちのやりたいことを、みんなで楽しもうというイベントを、一緒に共催させていただいております。すごいです ね、 そうですね。何箇所ですか今、もう一回言ってください。5箇所ですね。5箇所ですか。難波、京橋、中津、本町、谷町4丁目ですね、うん、その他長堀橋、梅田と呼ばせていただいて、うん、計7箇所でいろいろとやっております。この番組側の間にちょっとそのビールを持っていてください。いや、ちょっと僕は多分飲酒は禁止なんです。そうなんですね。はい。花村さん、佐藤さん、そろそろお時間です。もうお時間です。はい。さて、ここからは先ほども説明しましたが、イベントに協力していただいているクリエイターのゲストをお呼びしてお送りしてまいります。佐藤さん、またエンディングでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、それではここで一曲お聴きください。今回のプロジェクトの応援団、僕のクラウドファンディングの応援団長として支援してくださった坂本さんからのリクエスト曲です。大阪中津の魅力を再発見しようと活動する中津リバープロジェクトとシンガーソングライターのシャッテさんとのコラボレーションから生まれた曲です。この街でおいで、よろしくお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。お願いします。はい、午後3時からですねお送りしてまいりました花笑みラジオ、子供に届け大人に夢ということで、もう早エンディングのお時間となったようでございます。まあ確かにね、お腹が減ったんでねエンディングだねということで、さあここで改めてあの方にご登場いただきましょう。番組総合プロデューサーの佐藤博さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。この喋れない分もしっかりとラジオ番組に期待してくださって、ありがとうございました、はい、本当なんか、まあ、今回一番最初の曲が流れた時から、はい、本当にラジオ番組ができたんだなとか、いやできてますよ、皆さんの夢を聞いて、はい、本当に勉強良かったなとは思いましたし、うん、はい、まあ、ペペちゃんごさんは映画音楽を作りたいという夢を持ってらっしゃったり、そうだね、鳥越貴子さんはアルバムをリリースしたいです。そうそう、でこのお二人が終わった後にステージでは、うんうん、コラボで歌った歌とアカペラしてくださって、アカペラした、はい、また本当にインペちゃん歌った、歌っちゃ歌うインペちゃん歌うの、あの、ね、恥ずかしかったって言って、あ、そうだねアカペラやったの、そうなんです、すごいな。あとはまあ倉橋さんとか世界に職員サンプルを届けたいと、そこの本当にあの道具屋筋商店街にありますので、いやなんか、ね、みんな目が世界に向いてるからいいよな、すごいな。しかも高間さんはもう上場したいって言い切ってそうそうそう、高間さん上場するよすごい。でも藤井さんは紙芝居のプロボのチームを作りたいって、そう、紙芝居は世界に行くんでしょ、そう、まあ、なんかすごくない、みんなすごいですね、うん、本当に。で最後のアスリート上田さんもマスターズ陸上で世界一の挑戦したいって本当ですよ。これまあ来年の8月にスウェーデンにも行く、行くんですよ。ちょっと次はそのツアーを作りましょう。そうですね、本当に応援し続けたいなと、うん、本当たまたま上野さんとも出会ってこうやって、ね、ラジオに関わり続けてくださって、ね、はい、3人でやったりとかいろいろありましたけど、本当ですよね、ライブ配信したりとか、そうですね、上野さんも
とある場所で出会っただけですね。そうなんですよ。タイミングを本当に素晴らしい。あとは、まあ、今回このラジオでずっとやってくださって山口さんに一言も夢とかお聞きできればなと。はい、はい、そうですね、私の夢はたくさんのワンちゃん猫ちゃんを助ける、うん、一緒に暮らすことです。それはあれですけどね、いろいろな事情からこう飼い主さんがいなくなっちゃったようなのを一匹でもいいから救うと。そうですね、うん、はい、いや本当は彼女はお魚博士なんです。そうですよね元大阪の一番有名な水族館の職員さんですし。そう、いや本当に、あとは友村さんから僕の 夢を。僕の夢はね、バクッとしてるんですけどね、去年はね、なんですか、自分が手掛け担当させてもらったコベっていうね、軽自動車の、なんていうのかな、軽自動車が、まあ、スポーツカーがあるんですけど、まあ、それで世界ラリー選手権っていうのに出て、まあ、僕も一応世界は視野に入れてやって、世界ラリー選手権に出て、まあ、クラス優勝したっていうのがあって、まあ、僕は監督でしたけどね。で、まあ、そういうのがあるんで、まあ、なんか似たような、そういう、まあ、さっきのもう今日出てくださった皆さんがみんなそういう感じだったから、すごいいいんですけど、まあ、なんかそういう、なんていうのかな、とにかく目標をイメージよりも10倍ぐらい高くしたような、こういろんなことをやって、みんなでこうやって、何かこう達成していくというか、まあ、それをやることによってみんなが元気になるというか、なんかそういう渦を、まあ、どんどんいっぱい作っていきたいかなみたいな、なんかそういうのが夢というか目標というか、まあ、そういう気持ちがありますよね。素晴らしい。本当にね、トロマさんは何でも実現するから。何でも実現する、そんなことはないけど。でもまあ僕は本当クラウドファンディング立ち上げた時も本当に夢がないっていう形で、そうですね、はい、始めて、まあ、大人の夢を発信しようって形で今回ESF さんの番組を購入させていただいて、でまあこうやってチャレンジをしてみて、まあ、いろんな人にまた違う人脈ができたりとか、そうですよね、本当に新しい出会い、もうさっきの上野さんもそうですけど、出会えたのは本当に財産だなと思っているので、いろんなところで講演までしてね。そうですね、本当にムックにも会えましたから、ガチャピン。あ、そうだ、それ一昨日ぐらいなんですか。一昨日に会えたし、ムック、はい、はあ、吉本興業の大崎会長にも会えたし、もう本当にチャレンジしてよかったなって。あ、すごいですね。まあ、今回この企画だけで終わらないで、これからもいろんな大人の夢を発信して、子どもが夢を見れる社会を作りたいなっていうのが僕の夢なので、はい、今後もいろいろ活動していきたいなと思ってます。すごいですね。じゃあ佐藤浩司は子どもの夢の見本になるわけですね。頑張りたいと思頑張りたいと思います。なるほど、そうか。園村さん、佐藤さん、もう番組が終わってしまいます。はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。夢は言葉にすることが叶えるための第一歩だと思います。この番組を通して夢いっぱいの未来と、そんな未来を支える子どもたちへ届きますように。花笑みラジオ、子どもに届け大人の夢。ご出演いただいた皆様、賛同してくれた皆様、関係者の皆様、そして夢を持つ全ての皆様へ、私たちはこれからも夢を発信してまいります。曲紹介を。それではまたお会いしましょう。さようなら。じゃあ最後にちょっと僕のリクエスト曲で、徳永英明さんの夢を信じてを、はい、かけさせていただきますので、本当にありがとうございました。皆様のおかげでこうやってラジオができました。また引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。あと2分ほど楽曲流れて終わりますのでね、ちょっとだけお待ちください。